はいどうも、りょうへいでーす。お願いします。はい、本日は打者翔平 vs ピッチャーヒロト、この指定対してまあいいや、師匠弟子対決をやっていきます。はい、ということでメインチャンネル翔平 vs サブチャンネルヒロト、軍配はどちらへ上がるのか。勝負は3イニングで、まあ、翔平が何点取れるか、まあ、勝負っていうかなんか決まってるわけではないんですけどね。とりあえず対決となります。これはフラフラっと詰まらせて内野フライ、ヒロト、これはナイスピッチングですね。はい、ワンアウトとなって2番も翔平です。さあ2番の翔平はどんなバッティング、これが泳がされてサードゴロ。このカーブもヒロトはいいところ行きましたね。この時点ではヒロトが優勢かなといったところです。はい、これちょっと外れてボールかな、若干外れてますね。はい、こっちの球がこれボール球となり2ボール。あれ、今年の夏よくこれショートで見たな。翔平いきなり左打席へ移ります。珍しいですよ。そしてまあ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 、そりゃストライクを聞くよね、ヒロトもね。いや、正直僕も真ん中に構えてました。バッティングカウントになり、初回で点を取ることができるのか、翔平。はい、これ、いや、これもヒロトちょっと抜いたストレート、逆にタイミングずらせてよかったのかなと。これもサード、目線をずらされて、初回まさかの三者凡退となってしまいます。いや、ここはヒロトがいいピッチングでしたね。続く2回もなんとか出塁していきたいところ。これ初球ファール、ちょっと甘いボールだったんですけど、カーブちょっと現時点ではタイミング合ってないかなと。そしてこのストレート、アウトローのナイスピッチ。ヒロト、ここまではいいピッチングすごいしてるなーっていうのは受けてても感じましたね。さあ決めに行くか。カーブ、これも目線をずらして、ヒロトはナイスピッチング。ただ翔平としてはまたも泳がされてしまいました。逆に高めだから手を出してしまったとのことです。まあ飛ばせるボールですかね、高めは。さあ依然ヒロト有利の状態、今田翔平出塁できていません。これがまあ何度も同じ目はないよね。左中間にツーベース、チャンスです。さあどうやって抑えていく、これ流して、ただこれもちょっと泳ぎましたね。泳がされてライトフライ、ツーアウトになります。さあヒロトは無失点で抑えられるか、翔平は点を取れるか。これはちょっと高い、ただここまでちょっと変化球多いリードですね。これも変化球、中途半端な高さ、ヒロトうなだれる。これがタイムリーとなり1点を追加し、なおもランナー2塁です。ようやく翔平1点を取ることができました。これがサードゴロ、カーブいいところに決まると、なかなか打てないですね。翔平もちょっと打ちづらそうにはしています。はい、続く回、これが、まあ、どっちもちょっと取れる位置じゃなくてスピンかかってたんでファール、ワンストライクとなって、これがなんかね微妙に詰まらされた感じしましたね。珍しい。ただここまで未だ三振がない。さあヒロト頑張って三振を取ってくれと。はい、また高めのカーブを右中間へ、はい、フェンチョク、まあ、惜しくもスタンドインはならなかったんですけど、これでまたランナー出塁、チャンスです。カットされていますが2アウト、そしてこれもショートゴロで3アウト終了です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやいい対決だったと思います。いい対決、まあ、やられましたけどね僕ね。いや、ないわっちゅう。ないわです。まあまあまあ、まあ、率的にはまあ3割ぐらいか、3割弱ぐらいだけど、僕の目標はね5割とか6割なんで、なるべくこうねちゃんと当ててちゃんと飛ばすっていうのを目指していきたいんで、はい、甘いとこ来たらもうなんもうねバコーンね、甘い変化球、取りに行った変化球もバコーンっていったみたいな。トータルして俺そんな打ってないと思うけどね、ああいうのしか全部多分変化球しか打ってない、全部変化球、まっすぐ打てなかったってちょっと問題なんで改善ですね。はい、この動画良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしゃー
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。